はい、どうも、松です。ということで、今回は、マレニア、攻略していきたいと思います。よろしくお願いいたします。使っていく、装備はですね、こちら名刀月隠れ、プラス10、最高まで上げています。強化しています。そして、まあ、盾ですね。これは、正直、カット率がね、物理カット率が100なら大丈夫です。そして、こちら、装備ですね。キノコ、キノコ装備です。これなんでかっていうと、マレニアって、第二形態の時に、腐敗属性の状態以上を付与してくるんですけど、このキノコがね、めちゃくちゃ軽減してくれるんですよ。見た目クソダサいですけどね。そして、タリスマンこんな感じです。はい。で、主体、基本的な戦い方としては、こちら、月隠れの、鮮魚を使っていきます。なので、まあ、これ使ってますね。カーリアの。これなんて読むの？なんかです。はい。で、あと、スタミナがね、ちょっと、ある程度必要なので、こちら、緑琥珀のメダリオンプラス2使ってます。そして、あとはこのマリカとラダコンですね。で、ステータスはこんな感じ。で、あとね、スタミナが割と必要で、これ27は欲しいっすね。27は欲しい。大技があるんですけど、それをね、一撃目ガードするのに、ちょっとスタミナが足りなくなっちゃうんで、やっていきたいと思います。そして、ちょっと、今回はね、こちら、ルーンのね、大ルーンの力借りようかなと思っていきます。やっていきましょう。バッシュ。で、本当はですね、これ、FP に僕振りたかったんですけど、ちょっとね、足りなかったっすね。あれが、ゲージが。やっていきましょう。さあ、基本的に避けていきます。で、こいつ、ひるんでくれ。あ、これチャンス。で、これで一発。で、ひたすらこれでね、避けてください。まあ、基本は避ける。で、僕は結構ご利押しの人とかいるんですけど、ご利押しってよりかは割とヒットアンダーウェイな戦法でやってます。で、このなんかカションってやつあるじゃないですか。これはね、カションって言ったら右前にローリングしてください。そうするとよければます。で、スタミナゲージ管理していきましょう。で、基本的にこいつ自分から攻撃してこないんで、あんまりね、あんまりこういう歩きが多くなる。あ、これですね。これ一撃目をガードして、で、二撃目を前に行って、あ、三、あ、はい、はい、ちょっとね、説明しづらい。三撃目をガードしながらちょっと前行って、で、三撃目が終わったら、こう、後ろに下がるって感じ。四撃目を。ちょっとね、説明むずいんすけど、なかなかむずい。あ、これすごいね、チャンス。もう、これだけ。で、こうやれば、だいたいね、こう、二、三回、戦技当てれば、こう、大ダウン入るんで。これね、やりましょう。致命の一撃。あ、来ましたね。はい、ガードして、2撃目右斜め前で、前ちょっと行って、後ろ下がる。うん、これで分かりますかね。ちょ、もう一回来たらもう一回説明しますね。はいはい、避けていく。で、この蹴りはね、ガードしちゃダメですね。一気にガードブレイクされるんで。もうちょ、おやめろお前、やりすぎじゃい。あ、これチャンス。これ入ります、一発で。回復タイミングは基本的にそのあいつが歩いてるタイミング、睨み合いのタイミングでやっちゃうと、一撃の月を打ってくるんで気をつけてください。はい、あ、これチャンス。これダウンする。よし。で、そしたら致命の一撃。致命の一撃はね、前からやれるといいですね。なるべく後ろからの致命の一撃はね、ちょっとね、軽く下がるんですよね、前より。なんで、基本的に前からやってあげてください。あっ。テイク2、テイク2！ で、僕もほんとギリギリでやってるんで、皆さんもね、頑張ってください。あ、来ましたね、これ。一撃目ガード。で、二撃目は前にローリングして、で、ちょっと行って、下がる。で、この時ガード構えてるとすごいやりやすいっす。はい、あ、これつかみなんで、横か、まあとりあえず回避で避けるようにしてください。あ、こっちいいっすね。致命の刺激で、これ逃げ切入れたいんですけど、ここで回復しておきましょう。しっかり FP で、 FP 多めの構成でも全然大丈夫です。まあ、そっちの方がね、むしろやりやすいと思う。はい、はい、で、
で基本的に千切った後はガード安定ですね。ガードしながら後ろ下がるとめちゃくちゃいいっす。はい、こういう感じで、いいっすね。これね、あの一応出血属性も入ってるんで、月隠れはこういう感じでね、あのバーストダメージも期待できます。さあ第2形態、初手はローリングで合わせてください。はい、でそしたらダッシュで、これ当たっちゃうとダメージくるんで、ちょっとねここはしばらく見ててください。で収まったくらいでちょっと一発、はい、あと一緒っす。ちょっとねモーション増えてるんですけど、なんとかそこは、あこれね、いって、今のはいてこれ睨みにあったら一発、いいっすね。ガダンテいいっすね。でこのなんかふわってなるやつあるじゃん、ふわってなるやつあるんですけど、あれの場合はひるんでくれるんで、積極的に狙っていったらいいかなと思います。あこれとか、ほい。でこの蹴りはね避ける、しっかりあの一発でガードブレイク入るんで、はい避ける、はい避ける。でこれ透明でもね当てちゃいましょう。はい、でこれ突進からのない、あそれ嫌い、あなんか、あこれはあれですね、突進これも合わせてください。はいダッシュ、はいオッケー、いい感じ。これ割となんか今回いいな、いい感じにやってくれるなこいつで。遠目から一発、はい避ける、突進からのないね、危ない、めちゃくちゃ危なかった。でこれ遠目から一発、あこれ来ましたね、あ来てないもん、あれ今回あれやってこないな、大技があるんですけど今回なんかやってこないですね。ちょっと説明したいんだけどな、はい危ない、この歩いてきた時は一発入れる、でこれチャンス、あと思ったらやってこないですね。あれなんかおかしいな、あれなんかおかしいな、いって、突進、はい避ける、やばあれ、ま待って、なんかあのやってこないんすけど、あれなんかおかしいな、あ来た、これ避ける、避ける、ちょっと待って、避ける、避ける、ちょっと待って、避ける、避けてマツボイス。さあ第2形態です、頑張りましょう。はい最初はねローリングで避けましょう、まあ別に難しくないんでね。はいここで回復で、これ当たっちゃうとダメージ食らうし、あの腐敗属性も入っちゃうんで、ここはねあの安定であの下がっておきましょう。あこれあれですね、で前行ってちょっと行って後ろ下がる、ほんとね説明むずいんですよねこれ、避け方の、あ来た、それ好き、あそれ好き、どこしょー、でこれ締めの一撃、確実に前から行きましょう。でね正直後ろに行っちゃったらもうそれもしょうがない、それも後ろから当てましょう。ちょっとダメージ下がりますけど、あ来た、12ちょっと待って、12ちょっと待って、12あーあー危ない、あこれ前でもこれ解説じゃねえだろ、やばい、ちょっとスタミナゲージ管理も注意で、スタミナゲージをどれだけ管理できるか、これめちゃくちゃ大事なんで、オッケー、いける、これはいける、よし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 、やめてー、オッケー、これはもう当てる遠くから、でゲージ、スタミナゲージ見ましょうちゃんと自分で、あこれこれラッキー、いやかしょー、致命の一撃おりゃー。で本当は2回殴りたいんですけどゲージがないんで回復、これ2回殴れるときにやめて、これは避ける、でダッシュ、ガンダガンダ、
いいっすね。みんな、あともうちょいだよ。あともうちょいだよ。解説できてない。解説できてない。あ、これ来た。これガード。で、前行って、行って後ろ、後ろ、後ろ。回復しましょう。OK。あぶねえ。OK。はい、蹴り、蹴りガード。蹴りガードじゃない。蹴り回避。はい。これは、これね、透明から一撃。避けて。あ、これ、これチャンス。一撃。あ、いける。いけそう。カション、カションは右斜め前。いや、返せ。やったー。おりゃー。計12時間かかりました。マレニア戦頑張りました。いや、もうこれ解説できてなかったけど、あの、テロップで入れときます。はい、ということで皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。あの、細かいところはあの字幕入れときます。本当に皆さんありがとうございました。はい、ということでね、皆さんキノコ装備ぜひね使ってみてください。え、これ本当にです。これ見た目めちゃくちゃダサいんですけど、あの、めちゃくちゃいいです。あの、腐敗状態ね本当に抑えてくれるんで、めちゃくちゃおすすめ。ということでね、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ツイッターもやってるんでね、概要欄の方からフォローお願いします。ということで皆さんありがとうございました。おつまつ。